ガンを持ったことは全くないです。缶スプレーはないです。いい人材です。始まりました。何の回これ、あゆみちゃんまで巻き込んで。何しに来たの今日。もう前回のそのこれ2万高え高えで、これ高いよねこれ2万。ほら見た顔、これも2万、これも2万、同じなんか前回のあゆみちゃんも出た日常点検でこれ持ってきて、これ2万で売ってるって言ってて、うん、高すぎんだろしたら、超面倒くさいからお前やってみろみたいな言われて今日来たらしい。まあ、ついでにあゆみちゃんにもやってもらおうかな。買ってね、これメカニクティ。最後読者プレゼントじゃないよ、読者じゃないか。完成したものを売るってことだった。そうだ。使ってよ。そんで美味しいうなぎでも食べる。読者プレゼントまではもったいないでしょ。まあ、出来上がり次第だな。なんていうの、YouTube の場合なんていうの。視聴者。プレゼントまでいけたらいいけど。ちなみに、はい、レミさんは保証の経験は全くないです。ガンを持ったことは全くないです。缶スプレーはないです。いい人材です。ちょっとなんかラッパスタイルでラッパにしてそうじゃない。悪口。いやでもまだいい方だよ。メカドルなんて初ガンでシルビアだったから、初ガン初オールペンだよ。だまだ優しい方だ。なのでな、見学しればいいんだっけ。いや見学、簡単言ったんだからもう全部やってください。もうやだよ。まあゆみちゃん初板金塗装だもんね。まあ、整備士やってるとこういうのは仕事ではさ遊びです。こういう時じゃなきゃガンを持てないので、うちら整備士は遊びです。うまくできて気に入ったら持って帰っていいし、いらねえわと思ったら視聴者プレゼント。え、ゴミ箱は今日ないの？ゴミ箱ない。これだけ。あ、蛍光管か。まあ、サーキットとかね、走る人たちは必需品だよね。ガソリン入れる。うちらいらないよね、蛍光管。うん、使わないですね。ってことで、今日のメカニック TV は、ここまで。使わないもん、蛍光管なんて。持ってきた。持ってきたの。使わないもんね。使わないですね。使わないんですよね。サーキットとか走んないんだよ、うちは。いや、これから何やるか分かんないよ。まあそうだね、震災とか来た時に。震災あの時だってガソリン全然手に入んなくて大変だったもんね。これね、新品。いやもう段取りしてます、塗装の。全くこのまま塗っちゃいけないんですよ、足付け、ラッシ。その前にこれ全部ステッカー取ってね。え、これ簡単に取れんの、ステッカー。あ、ノリは残るよ。あー、もう安いシールだもん。じゃあ私勝手にやるから。どういうこと？勝手にやっとくから教えてあげて。私はなんかそれなりにもうメカドルもこんなやってると、それなりにもう塗装はそろそろお客さんの車そろそろお客さんの車もできるかなぐらいのガンの扱いになってきたから、もうちゃっちゃと終わらしてさ。これ2万で売ってるんでしょ。で原価3000でしょ、うん、でも3000ってことは1万7000だからね。で塗料代はまああれとして、工賃じゃ1万5000円ぐらいしか利益が出ないと考えたら1時間半ぐらいで終わらせないと。うん、無理、元が取れない。1時間半は無理じゃなきゃ、あの商売として成り立たないですね、これは。正直なところ、ね、絶対2万だと絶対高いじゃん。これは売る気ないから別に。じゃあもう今日帰ろうよ。おいダメダメ、ちゃんとやって。じゃあまずシールを。足付けを一番めんどくさいやつです。これでもう塗装ってこのツルツルした面に塗装塗料をこう塗っても落ちてきちゃうんだよね。だから傷をつけて、その傷とともにこう塗ってあげると密着度が強くなるから落ちにくい。
なの で, なので足つけていって、そう傷をつけていく。もうお姉さん飽きたんですけど。お姉さん飽きた。じゃあちょっとお買い物でもいいですか。そんなんでいいんですか先生。うん、でもあれ塗ってあるやつ持ってきてるんですよ。乾いたの差し替えますね。散歩クッキング方式で乾く時間がない。なる、塗るまでは別にやったってもいいけど、ここをもう楽かしになっておきゃう。どうぞ。2個目のものがこちらになります。だしこの出ししたとこ触ってもそんな大丈夫？全然平気。これ気になる人だったら結構手荒れるから、ゴム手袋とか大丈夫。21歳手荒れ気にならない？さすが。あとで2秒あれば大丈夫。これ何？芯なん？これラカシンなんか工業繊維じゃなくて油。これパーツクリーナーじゃやっぱ甘いの？パーツクリーナーでもいいよ。でもね、なんかラッカーの方がしっくりくるからね。塗った後がってこと？うん、なんか拭いてる感じが、やっぱパーツクリーナーじゃちょっと弱いんだろうな。板金塗装で塗装で考えたらオイル汚れとかだったらパーツクリーナーでいいけど、でもちゃんとした中でみんな脱脂剤みたいな普通使うよね。あるけど塗装でパーツクリーナー使ってきたってこいつだから、こいつだからラッカー聞いたことないね。なんか油がべっとりな感じがするじゃん、なんかこういう工業製品、うん、勝手なイメージね。イメージね、うん、だからラッカーでガシガシ拭いちゃう。中間ベタベタするの？ラッカーでと。それのベタベタは別に。もうそれで密着するじゃん、また。じゃあそのベタベタは別に気にしなくても。全然気にしない。密着力みたいな。そうそうそう。この先生の言うことはあの半分ぐらいで聞いといた方がいい。板金屋さんではないから。半分ぐらいで聞いといた方がいい。家の便利屋さんだから。でもこれだけ下準備。もうガン？下準備これだけ。あとは。そう考えると超簡単じゃん。やっぱちっちゃいからだよね。ちょっとあやみちゃんに優しくしすぎじゃない？私いきなり S15 だったんですけど。下準備 OK。 下準備 OK。 でこれ側面塗るときは？側面って後ろ、あ後ろ側面。後ろ塗るときはいつもこうしてる。マジ？ここに ここに置くんじゃないの？あ、裏はね、裏とだからこう置いてこう塗るじゃん。こう塗るじゃんね。でこう塗るじゃん。そしたらもうね、ここからまたこう塗っちゃうからね。あー、ハードル高い気もするな。こうしてこうしてでこうする。慣れてる。難しい。で、よくやるのはここから上げていこうする。やりがちやりがち。そうするとすげえ泣く。え、これはさ、こうはできないの？だから、これでこう、こうも最初したけど、今度こっち側持ってて一人やってると、自分の力がね、出てくる。これ、だから固定してくれればまだ。そう。まあ今日は人がいるからね。まあこれでも。人がいるから別にこの台なくても、二人でこう持ってる時に。そうだね。一人であれすんの。ちょっとクルンってなって、ガツンってなってまた傷がつく。そこだけ気をつけよう。OK。あとはここからもう一回脱脂して。今触っちゃったからね。一応ポリとか取って、で、そう。ですって。私はもうカメラに映らなくていい。な、やってて。私足つけしてるから。やべ、でも影で足つけしてるわ。まず塗料をいっぱい、ま、ちゃんと混ぜる。これがピンチョ。だからこれを何60。ぴったし60入れるんですよ。いや、ざっくりでいいよ。1も過ぎちゃダメですよ。1も過ぎちゃいけない。あ、大丈夫。あのこれ風でね、風が吹いてもちょっと出ちゃうから、ここに60だよ。うん、濃くて怖いね。
50ちょっとでストップさせて出た。何対何計算の60なの？この塗料はね、重さじゃないんだよね。そのなんか量的な何 cc 何 cc で、ゲージがあるさ、いつもはね、こう、かかる、こう、ドンとこういう。でもめんどくさいから、重さでね、測って。60の場合、硬化剤なん？硬化剤が37。細かっ。まあ40ぐらいでいいと思う。で、シンナーが？シンナーあれ、気持ち、適当。60？ 来た？だからこれを、どこどねの？この硬化剤を97。97です。97。過ぎないでくださいよ。97。今から、うん、こっからこの60から97まで。37入れる。そう、37。まあ100いっちゃってもいいよ。あ、でも97ですね。あ、これ入れるときにこう入れるとエアーが、だからこっちから入れると。まあ、ちょっとずつ100いっちゃってもいいよ。本当はもっとシビアだよ。車の塗装はお客さんのそれって言ったらとってもシビアで、何対何とかじゃなくて、その希釈のあれがものによって違うから、そこで新人の人たちはつまずく。すごいね。大丈夫？十分です。私は多分120ぐらいって言ってた。雑だから。多すぎ。雑だから。ただこれをうまく入れられたことない。10とか15とか。10とか10とか。スポイトないんですか、スポイトは。そう。こっちをこう持ち上げて。プラス10ってこと？多分ね、気持ちちょろっと入ったら多分それでいい。プラス10ってこと？プラス10ぐらい。だから107？ 110とかでもいいし。怖いな。いつ来るか分かんないから怖い。まだ全然来ないよ。そろそろ来る。どうだ？もうちょっと言っていいな。適当でいいよ。シンナーは入れたらどうなるの？硬化剤は分かるけど、シンナーは何の役割？シンナー何の役割？シンナーって、シンナーがその蒸発することによって乾燥を早めたりするもん、それじゃん、多分。シンナー入れることによって乾くのが早くなるの？あ、でも硬化剤でその早いとか遅いもあるし、シンナーの気化が早いとか遅いとかもある。でもね、もうそういうのはね、プロに任せてね、同じのしか使ってないからよく分かんない。そうだよ、そういうのが分かんない。こんなこよく混ぜて、ゴリグリグリやんないとね。たびたび出してください。塗装屋さんじゃないですたびたび出してください。DIY です